ホンダ？ホンダ行ってみようか。時のホンダ。ホンダで行きます。はい、これはもう見るからに厳しそうな。なんだっけ、メガ対策のホンダ使ったんだっけ？そう。そうだよ。できるの？できるできる。それは。それできる。お願いします。ちょっと怖いな。これね。組み合わせを見て事故って思っちゃう。対空がしっかりできてるかどうか。はい、いいよ、いい対空。ああ、そういうこと。この開始5秒の絶望感ね。はい、いやいや、じゃ全然まだいけるから、ね。終わったわみたいな。あれ、これでいけるんじゃないの？はい。焦っちゃダメよ相手、焦っちゃダメだからね。焦ってませんか？ゆっくりだよ。これね、頭突きで抜けられるんじゃないの確か。中位頭突きとか。先生、試してるんですか？昔抜け先生、試してるんですか今。ここだね。そうだね、はい、今のは割り込み。あ、ここちょっとね、焦っちゃう。来た、来たよ、はい、はい。あー、先生、これどうすか。マイクロス。マイクロス。マイクロスいるよ。日本のマイクロスだよ。おい、やることないぞ。いいよ。そこね、ダメ。ここあーガード。ここね、結構その爆捨て狙いでやってくるやついるんで、そういうのやっぱね警戒してほしいかな俺としては。基本的に結構寒くやればダルシムの独壇場の組み合わせっぽいんで、そうで焦っちゃダメ。俺がね、焦っちゃダメ。これが自分聞いてるよね。だからね、そう、ホンダ側の心理はよく分かるんだけどな。もううまい、よく見てる。あー、これちょっと寒いことになってきた。寒いね。アキモスタイルで対応できてね。何なのその何々スタイル的なやつ。これはここヨガファイヤー打たない。おい、やることなくなってきたぞ。先生、こっからっすよ。わかった、歩く。はい、おお、どうした。あ、そう、でこういう時にちゃんとね、こういうの食らっちゃダメ。あ、ちょっと当てるしかない状況ですね。そうそう、そういうのをうまくさばいて、このタイルか特に食らったらもう終わっちゃうから。ホンダ側は本当にもう一発をやることしか考えてないんで、そこの心理を食らってないんですけどね。そう、いや、よかったよ。だからよかったですね。ここでバックステップ、ダメ。さっきダメっつったでしょ。エクスカリバー。離したい、離したいよ。距離離したい。でホンダがこういうことや、絶対やってくるから。おお、ホンダ側はね、あれ来るんですよ。あれだけ警戒してください。いやでもこの組み合わせはホンダが無理しないと。いや、基本的な対空とかかなり良かったんで、だから一回ダウン奪われちゃった時にあのバックステップで頭突き食らっちゃったりだとか、あそこバックステップする理由あんまないんですよ。ちょっとゆっくり 待てば反撃入るし、やっぱそのダルシムとして距離を離したいみたいなのもある、ね、あるから、そこを逆に逆手に相手は狙ってるんで。かな。リプレイは今のはなしで。確かに。ボンちゃんの動き普通に強いからな。綺麗だね。いいよ。いい、かなり嫌がってる。あー、それ。今のはどっちか分かんない。逃げましょう。おい、バックステップこすって。
ガード。ああこれしょうがないな。時の式とりあえず忘れましょう。序盤良かったっす。だそれダメなんですよ。ガード、そうナイス、裏裏でバックステ、そこら辺はもうバックステでごまかしてください。そう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 、前このキャラにはバックステ OK です。でそう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 、前前前いい、分かってる分かってる。バックステができるキャラとできないキャラを覚えましょう。あそれダメなんです。ガードそうバックステこすって、悪くない、いいよいい、大パン行きましょう。そうそう、体育は全部できればジャンプシューパンで落としたいですね。うまい。あ1試合じゃなんとも言えねえけど、もう1回いきましょうか。ヨガファイヤーを打たれたところに100機種食らってるんで、あの100機種は見てからジャンプ中盤でしつこく落としていきましょう。ゴーキングの心理として1回こかしたいっていうのがあって、でファイヤーを読んでの100機とかを結構やるから、そこをやっぱファイヤーを読まれないように打たないと、まあ、1回100機パンチなり100機投げなりしまってこかされて、そうそれを完全に対応できるようになって初めて試合が成立するようになる組み合わせなんで、100機とかは例えば地上にいたらジャンプ中盤で落としたい、飛んだらジャンプ中盤、それジャンプ中盤見ときましょう。そうそうそう、まあ一緒に飛んどくのも悪くないです。その横早い、怖いよ。いい、そううまいうまいうまい、そう見てる、上見てる。ガード、あーこれちょっと厳しいからなんとかないか。あーそれしょうがない、はい、表、これは表です。いいよ、はい、悪くないよ。それはちょっとね無駄遣いですね。そこは投げの後に決めたいです。ウルコンはそう、ジャンプシューパーいいよ。おおいい、あーそれはプレイヤーの読まれると結構いろんなの食らっちゃうんで、後ろ投げした後ヨガファイヤーやって大パン置いておくとかね、そしたら合計が止めなくなるんで、それあー見えない、ガードして、おまだあるよ、投げそうで使う、そうそれ、その流れです。でそれにリスクを与えるような置き攻めをですね、いいよ。で結局上から来るんで、それをくぐったりね、後ろにスペースありますよ、十分に使っていきましょう。うまい、ああいい、悪くない、はい、おお投げ抜けぬるいよ相手、それ大パンそこ打っとけば飛びます。あー狙いはいい、狙いはいいですね。空から飛んでくる合計の対処が一番大事と、そうで基本はバックジャンプ中パンチで見てから全部落とせれば、それをやれるのが僕は一番嫌ですね。はい、リプレイチャンネルは2人ならなんかこのままいけますみたいな感じの、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。そうだな、あとそうやっぱ投げの後にヨガファイヤー打って大パンを重ねるっていうのをもうちょっとやった方が、うん、全部ヨガファイヤーワープで相手飛ばれてたんで、うんうん、大パンヨガファイヤーヒットみたいなので結構細かく、はい、奪っていかないと。投げの後のファイヤーテレポートってちゃんと重ならないんだよ、ダルシムの置き攻めみたいな。俺は重ならないと思うけどな。まあでも結局勝利をこすられちゃったりすると食らっちゃうもんね、ダルシムが。まあちゃんと考えてそのセットプレーをやった方がいいってことですね。これ誰いたっけな、ユン、時のユン、分かん、あ、そっか、本題でいきましょう、本題でいきましょう。合拳どうですか、
強め 104pp。 これはアドバイスしがいありますね。そうですね。でも結構やってる方なんですかね。 BP はかなり さあ周りを詰めるんで、あいや、マイナス5か6、マイナス5か6ですね。おお、読みはしっかりしてる。これは隙があるのであんまり打ちたくない。あれ、おい、危ない危ない、やばいよこれはね。ダメです、飛べちゃいます。俺は危ない、やばいぞ。で、本田側の心理としては上から来るところを、あ、危ない危ない、ちょっと待って、ゆっくりゆっくり待つ。なるほどね、なるほどね。あれ、ウルコ実はタクになっちゃってる、飛べばいいってわけじゃないっぽい。今の距離はちょっとそうですね。球の打ち方、球の打ち方いいっすよ。そう、そこのそう。ポット球打ち。これどうするんだ。こっち？どうするの？それはあんまりよろしくないですよ。ガードされたりスカされた時のリスクがでかいので、出す時は決意してから出した方がいいです。なんと。でもためキャラ相手の基本なんですけど、前に歩いてきたらためがないので、その時は球を打てると。相手の動きを見てから球を打つようにするっていうのもかなり大事です。わあ、今のはいい読み合いですね。ただこっちもそれを読んでるとこういうのがあるんです。あ、やばい、あ、危ない、これは、あ、危ないや、怖い、危ないよ。はい、 AX 続き安定なので、大百鬼とかにすれば透かせるのかな。今のそうだね、まあ弱百鬼だって見てから打ったんですけどね。さすが、さすが。フリーを背負った時にもうちょっとそのリスクの少ない選択肢のですねやるといいですよ。こいつとかまあまあ、でも確かにあそこ絶対ホンダは入れるところだから、あそこで当てみれるの。やばいよ、やばくなってきたよ、ついに。あ、今の当て方なら OK です。こっからどうするか、まくらないといけません。俺だったら後ろ投げを頑張って狙おうとするんですが、ホンダには、あー、まあ、たまやっぱりあれです、当て身をちょっと使いすぎなので、そこを頑張ってガードでまずはしのぐとかやった方がいいですね。